こんにちは。私たちは食生活改善推進協議会、略して食会と言います。今日は御柱にもおすすめの寒天を使ったお料理をご紹介いたします。今日はコンソメゼリー寄せを作ります。作りやすい分量、4人から6人分。パプリカ 60g、 人参 60g、小カブ1個 60g、 ヤングコーン5本から6本、パセリのみじん切り少々、水 350cc、 防寒天1/2本、固形コンソメ1個、塩ミニスプーン1杯、型流し缶、なければ牛乳パック。作り方を紹介します。1、寒天は洗って30分ほど水につけておきます。2、パプリカ、人参、カブを5ミリ角の拍子木に切ります。硬い人参から茹でてざるに取っておきます。3、流し缶の一番下にパプリカ、その上に人参とカブ、ヤングコーンを順に並べておきます。4、水につけておいた寒天の水を絞り、ちぎって鍋に入れ、水を加えて火にかけます。沸騰してきたら中火から弱火にし、寒天を煮溶かします。5、寒天が溶けてきたらコンソメと塩を加えます。6、具を並べた流し缶に寒天液を流し入れ、上にパセリを散らします。この彩りのパセリはここに直接振ってもらってもいいし、あとこちらに混ぜ込んじゃってもいいです。7、粗熱を取って冷やし固め、固まったら切り分けます。彩りがにぎやかで野菜も取れる、おもてなしにぴったりの天寄せです。切り分けた時に切り口がきれいに見えるように野菜を並べるのがポイントです。食を通して仲間と一緒に楽しく活動ができます。食会に入るには市で行っているおいしく楽しく健康講座に参加して入ることができます。一緒に活動してみませんか。